ったので5日ぶりだって。お疲れ様です。夜勤あさみさん、マンボウさん、ぐっち、にじいろさん、あきやん、村上さん、フジモンさん、あださん、しんいち、ありがとうございます。今から晩ご飯です。え、そうなの？お疲れ様。しょうさん、サボタージュさん、ダーシハさん、じゅんちゃんさん、マンボウさん、豆柴さん、キング翼さん、マイカグラさん、ベクポアさん、ヨコちゃんちゃんさん、あっちいけリンスさん、今日の昼食にキャベツのマヨあえプラスコロッケでサンドイッチを作った。美味しそう。サンドイッチいいね。すごいね、コラボ。サンドイッチ作るんや。アマトーさん、お疲れ様です。ありがとう。ちょっと充電しとこう。ぬくもりさん、ストリートくん、クラシャーノブさん、ありがとうございます。マサさん、ありがとう。いいね、ポンマンゴー美味しいよね。ローマ字のマサさん、ケンスケ、ヒデマスさん、ダーバンさん、こんばんは。カンちゃん、ありがとう。リラックもありがとうございます。カンちゃん、あ、言った、さっき、ありがとうございます。疲れてないかい、ゆっくり寝れてるかい。え、今日は本当にマジゆっくり寝たよ。え、8時間寝ました。8時間半とか。めっちゃゆっくり寝ました、今日。しっかりと。なおみずさん、スコールさん、ピルクル、はるかさん、三刀翔さん、しげさん、ありがとうございます。お、ちさとちゃん、ありがとうございます。状況ファイトって言ってくれてる。まさみうらさん、やまぴー、こうえいさん、来てくれとるじゃないか。こうじさん、え、すごい、こうじさんにこうじさんが並んどるよ、コメント欄。こうじさんにこうじ A さん、こんばんは。プロトンさん、千葉さん、あ、T ドット K さんがプロトンさんになったの？いらっしゃい。ムラピーさん、万太郎さん、ありがとう。大工さん、ハンカチーフになっとる。はい。毎月帰るので、染まらないで帰ります。ようちゃん、ありがとう。茶がまるさん、ありがとうございます。トゲ、ありがとう、こちらこそ。え？あ、きなこ、ちょっと待って、きなこ、よいしょ。何してるの？よいしょ。お母さんに怒られるよ、本当に。私のこの奇抜のファッションが、よいしょ。あの、なんて言うんだろう、あのメイク棚にさ、ちょっと待って、きなこ、ちょっと、もう綿棒をさ、もう綿棒こっち持ってくる、もう。よいしょ。綿棒をさ、倒しまくってさ、気づいたらもうめっちゃ散らばっててさ、母の綿棒。これちょっと怒られるからね、きなこも私も。こっち持ってきときます。のたさん、ありがとうございます。まみしばさん、プチ、ありがとう。ありがとう。行ってきます。そろそろ、だからあの、背景が変わりますので、皆さんよろしくお願いします。あの、配信する場所が変わるので、お楽しみに。
あと、あの新しいお家行ったら YouTube もね撮りたいとかと思って、ちょっとね時間がある時に撮って出したいなとかって思ってるので、ちょっとまだあのいつ出せるかとかわからんのだけどやります。のたさん、あ、アマハ、それさ、あ、なんかあのツイッター回ってきて見たよ。仮目おめでとう、すごい、おめでとうアマハ。仮目すごいな。ひとみさん、そうなんや、全国高校野球の開会式は主将だけが出席なんやね。そうか選手宣誓のやつかな。え、小太郎さんいいね、会社でメロもろたで。あ、トゲありがとうね、今日も。あとね、かげちゃん、ちゃがまるさん言ったね、ありがとうございます。わーい、ストリートくんファイト、ありがとう。みひろさんいらっしゃい、ありがとうございます。しょうさんプチ、ありがとうございます。今日もひなおちゃんの可愛さ100万%、ありがとういつも言ってもろて。大勝さんこんばんは、カウントありがとうございます。よいしょ。おさぴーさんいらっしゃい。スコールさんプチ、ありがとうございます。東京に行ってコロナにかからないように。それね、そうなの、そう、移動中とかも、移動も結構多いので気をつけたいと思います。あ、言うて愛媛もねすごい人口の割合的にすごく多くて、今ちょっと大変なんですけど、愛媛も気をつけたいと思います。東京進出は何の仕事をするのですか。そうなんや、ちょっとまだ言えないこともあるんですけど、でも向こうに行って、あ、ボイトレとかもね、あの東京の方でやらせてもらえたり、普段愛媛のねボイトレ行ってたんですけど、東京で事務所の方にちょっと撮ってもらってレッスンさせてもらって、で曲関係も東京でねいろいろこう、まあ、制作したり歌関係とかねっていうことが増えてくるので、あとまだいろいろ頑張ってます。はい早く告知できる日が来るといいですね。マサさんプチ、ありがとうございます。お仕事お疲れ様です。明日も頑張ってね、よしんこ、よしんこ。リュウさんこんばんは、ありがとうございます。おらも東京さ行くだって、ライブや出張で。あ、本当？え、ライブってあのあれですかね、9月の。ダイさん、アメマさん、ありがとう。明日は午前中は雨、午後は曇り。あ、そうなんだ、明日あんまり天気良くないんだね。え、全国的にそうなのかな、明日は。今日の M ステはキングヌーさんヒゲダンディッシュ、え、すごいじゃん、ようちゃん、え、見たかったな、 M ステ。こうえいさん900回なんですか、ありがとうございます。こうえいさんすごー、あら、ありがとうございます。おー、毎日嬉しい。ロッピーさん、おかえり、走った、お疲れ様。ぬくもりさんプチ、ありがとうございます。
いつから東京暮らしなの？それは配信の夜わかるかも。ちょっとまだ秘密です。でも近々。フジモンさん、セミありがとうございます。ありがちょう。状況、ご家族から何か言ってもらってるのかなって。結構あの状況は母とかは応援してくれてて、すごい応援してくれております。本当に。家が決まった時もすごい喜んでくれて嬉しかったです。そう、なかなかね、あのどの家にしようっていう事務所の方と相談したりしていろいろ難航してたんですけど、決まりまして、嬉しいです。とても忙しい。そうよ、ほんまにびっくりしたわ。ケンスケ、レインボースター、ありがとうございます。服装がスーパーかわいい。嘘だろこれ。この組み合わせはなくない。ごめん坊。ザッキーさん、いらっしゃい、ありがとうございます。のりたまプチ、ありがとうございます。700回の、あ、バグバさん700回、ありがとうございます。ひなほの激おこぷんぷん丸、ファイナスティックリアリティぷんぷん丸、なぜか怒っている。がっくんさん、いらっしゃい、ありがとうございます。おばばさん、そう、新居ね、 Wi-Fi ついててね。そうなのよ、光もね、契約したらもうつな、あの工事しなくてもつなげれるっていうところですね。すごく良いわよ。ぬくもりさん、セミありがとうございます。うちでも YouTube 撮影してくれてもいいの？いいんですか、ぬくもりカフェ。ほんと素敵。ベッティさん、いて怖いって。そう、アマハツイッター回ってきた。なんか回ってきたというかね、おすすめで出てきた。おめでとうってね。しかもさっきよ、ほんと配信前にね出てきたよ。きなこ連れてく。連れてくしかで。小太郎さん、セミありがとうございます。おさっぴーさん、かわいい10個ありがとう。たくさん新しい別荘ね、なんて名前にしようか。ここはきなこ城、きなこ城でひなほ城があるでしょ。新しいお家どうしようかね。たくやスターさん、ブレイドさん、ありがとうございます。まみしばさん、セミありがとう。バンクーバーさんに、ひーにゃ必殺パンチボカンボカン。ブレイドさん、ハートありがとう。お、大臣さん、いらっしゃい。ユッキーさん、セミありがとうございます。なんだかすごいボサボサだから、ちょっと溶かしてもらおう。オカムさん、いらっしゃい、ありがとうございます。大きいさ大変や、お大事に。持病ですかね、病気持ちの私は月火水木金と全部違った診療所に行きました。だって大変やね、それ毎週かな。コテーツさん、コテーツさん、はじめまして、ありがとうございます。コテーツさん、シロさん、こんばんは、ありがとうございます。新一カウント、ありがとう、ありがとう、頑張ります。
豆柴さん、カウントありがとうございます。900回の光栄さんに慈愛のメッセージ慈愛ってどういうこと？光栄さん元気ですか？慈愛、健やかに過ごせますように。はい、長生きしてねどういうこと、慈愛のメッセージ東京のお家で飼われても構いません。あ、猫だもんね、猫さんは。ドナルドさん、セミありがとう。まーちゃんいらっしゃい。ひでゆきさん、今日はあれがないですけど、ペケポンがフルありがとう。あ、これグエミマーティンだ。グエミマーティンです。今僕たちはあの夏を越えてゆく、新しいスタートは初めての連続で。ありがとう。くーちゃんいらっしゃい、ありがとうございます。え、シチュー、明日の晩ご飯のシチュー今煮込んでるの？絶対美味しいじゃん。お疲れ様です。コテイツさん、あら、だるまありがとうございます。ありがとう。白熊さんいらっしゃい、ありがとうございます。のりたまパラ、ありがとう。フジモンさん、フル、ありがとうございます。ありがとう。東京行ってもいつでも応援してますからね。ありがとう、くーちゃん、ありがとうございます。エイジさんいらっしゃい。グッチフル、ありがとうございます。グッチ、今日もありがとう。アラナミー、ちょっとお久しぶり、ありがとうございます。アマトーさん、セミありがとう。明日はキングダム2見てきます。アニメのキングダムも見始めました。おお、すごい。いってらっしゃい。1見たんやったっけ、映画の。Y さん、ありがとう。いらっしゃい。おばばあさん、フル、ありがとうございます。おばばあさん、リッキーさんいらっしゃい。今日も娘が受験する高校のオープンキャンパス行ってきたよ。僕の方が、あ、言ってたね。緊張た、緊張したかな。え、どう、オープンキャンパスをついていったらさ、なんか説明会とかがあるのかな。え、どんなんやったっけ。私も行ったけど覚えてないや、オープンキャンパス。お疲れ様。結構突然の雨とかあるみたいなりって。あ、ほんと、あ、全然です。コロボ全国、愛媛毎日調べてもろってありがとうございます。あやかさん、お疲れ様です。あめまさん、プチありがとう。よっぴーさん、フル、ありがとうございます。ありがとう。けんすけフル、ありがとうございます。ありがとう。東京行ったら夢が駅に近づきそうだねって。頑張ります、ありがとう。さとちゃんいらっしゃい、ありがとうございます。待って、アリスさんフル、ありがとうございます。 M リーグの、え、それどこでかかってる曲。 Only few will succeed。 宇宙の画像ね。あ、あの
私の顔以外全部背景変わるやつね、ズームのやつ、いいね。大将さん、フルありがとうございます。きなこに一番キュンってするのはどんな時？では仕事戻ります。きなこに一番キュンとする時、今日もそうだったんですけど、帰ってきた時にめっちゃね、帰ってきた時すごい甘えてきてくれて、頭を床に手をついてたら、頭を本当にもう手に向いてこうやってしてくれるのがもう可愛いってなるね。大将さん、いってらっしゃい。アメマさん、カウントありがとう。ピルクル、あ、フル、ありがとうございます。ありがとう、ピルクル。ひなほ御殿、ひなほ城別邸むず、ひなほ城別邸、ひなほ館いいね。ひなほ館いいかも。東京支店、めっちゃ会社みたいになってんね。トキキさん、いらっしゃい。しめさばりんねさん、ありがとうございます。カウントとありがとう。きんちゃんさん、いらっしゃい。かのうさん、だるまレンジャーコピー、ありがとうございます。かいぽんさん、セミありがとう。よっちさん、よしパパさん、ありがとうございます。アントワーヌさん、こんばんは、ありがとうございます。さぞかし高級でおしゃれなお部屋にそんなことないですよ、本当にでもそうですね、素敵なお部屋です。たくみさん、こんばんは、ありがとうございます。おばおばさん、尊い10個ありがとうございます。たくさんありがとう。亀吉さん、ありがとうございます。新居のショールーム配信ポジションちゃんとできてるのって、いや、まだ何入れてもないからさ、そこに何もまだてか、まだ住めない状況なので、入居できて、いろいろ組み立てて、買ったものとかね、それから決めますけど、だいたい想像できてます。こうしようかなみたいに。きしめんさん、こんばんは、ありがとうございます。ひでゆきさん、流れ星、ありがとう。アートーて声さん、アートー言うてもろて、声ぽんさん、ありがとう。サイリウム、ローマ字のマサさん、プロありがとう、すごい。むーちゃん、今日もありがとう。まみしばさん、フルありがとうございます。キーちゃんの一番好きなポーズのモノマネ、キーちゃんの一番好きなポーズ、ということ、キーちゃんが、あ、私から見てキーちゃんのってこと？これよ、これ、これ、腕伸ばし。エイジさん、セミ、ありがとう、今日も。キャッスル第二ひなほ城。本当よ、なんでキャッスル？お、ドワーフさん、美味しいよね、その。梨の蜜や飲んだや、それそうなんですよね、マサさん。だからお洋服とかね、家具とか、そう、こっちにも普通にこう帰ってくるからさ、あんま持っていけなくて、まあ、あっちでね買ってるものが多いけど、服とかはね結構持っていこうかなって思ってるんですけど、
何？オープンキャンパスでアシスタント？千里ちゃんすごっ。いってらっしゃい。マサさん、セミありがとうございます。アンパンマンのマサさん、今日もお疲れ様。人間でいいな、聞くスタイル。ちょっと待って、あれ、マーティンどこ行ったっけ。あ、下にあったわ。いいな、いいな、人間っておいしいおやつにご飯、帰りをだろうな。ありがとう、しんいちふる、ありがとうございます。ありがとう。頑張ってる大将くんと大将さんに、ひーにゃで、あ、頑張ります、頑張ります、よしんこ、頑張ります。あんちゃん、ありがとう。今日もやっくん、フル、ありがとうございます。やっくん、だるまれんちゃんもありがとう。こてん、 M リーグのオープニングってさ、ちゃん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 、やらららちゃんちゃんのやつですか。アリスさん、これ当たる、これ、これなの。ようちゃん、カウントありがとう。今日は親子丼の日、天丼、カツ丼、牛丼、海鮮丼とかいろいろあるけど、一番好きな丼物、あ、最近ね、あのマグロとかサーモンのアボカド丼を作るようになって、それがね、すごい簡単だし美味しいんですよ。みんな食べたことありますか？サーモンアボカド丼とか。最初の母が作ってくれて、え、めっちゃ美味しいやんと思って、あの教えてもらったんですけど、そうなんや、美味しかったん、めっちゃそれ好きです。めっちゃ丼は。大工さん、カウントとフル、ありがとうございます。畑田社長が京セラドームで出店 してたのに、え、すえ、今日、あ、そうや、そうですよね、あの野球のやつで京セラドームでコラボされるってね、出店されてたのか、今日すごいなぁ。エイジさん、そうだね、今日も一つだ、ありがとう。むーちゃん、フル、ありがとうございます。とっと東京人になるのねって。いえいえ、こっちも同じくらいいるから。頑張ります、頑張ります。ローマ字のマサさん、バラ、ありがとうございます。ユッキーさん、フロー、ありがとう。ありがとうございます。交わした約束忘れないよ、目を閉じ確かめる、押し寄せた闇振り払って進むよ。ありがちょう。野菜炒めさん、今日もありがとうございます。スケさん、カクさん、ありがとう。大勝さん、プチ、ありがとうございます。今日は下灘までドライブしてたら、アンドユーしてから、アンドユー行ってきた。おお、いいね。アンドユー今あれかな、レッドの前でやってるんかな。最近なんかいろいろ出張してアンドユー売ってるって聞いてたから、ええね。お、荒波いいね。東京住んでた時浅草よく行ってたって。浅草すっごい広いし、いいとこだよね、にぎわってて。
おがいちさんプチありがとう。虹色さんハートありがとうございます。お、すけさん、かくさん、おやすみ、ありがとう。今日も光るグエコ買ってきた、しんいち。え、光るグエコ売ってる？売ってた。きなこ東京行かんよ、光栄さん。母の元に、というかここにいます。今日の一曲、ともおきさん、今日もありがとうございます。うん、部屋は見に行ったよ。見たよ、おばばさん。まだ入れてないっていうね、入居ね。大工さんのパソコンファイトやデッチ、あら、ありがとうございます。ありがとう。え、大工さん、パソコンの調子悪いんですか？お大事に。伊藤さんいらっしゃい、ありがとうございます。うなぎさんこんばんは、ありがとうございます。お、ジョンさんありがとう。連日暑いね。毎日海の浅瀬でクラゲのように漂って、待って、海の浅瀬でクラゲのように漂って鈴を取ってる。え、ジョンさん浅瀬で毎日浮かんでるの？え、海が近いってことかな、ジョンさんのところ。めっちゃいいやん。私も浅瀬でクラゲのように漂いたい。え、あ、関西行きたいですね。荒波しばし行ってない。ひーくんさんこんばんは。よしかずさんかわいい、ありがとうございます。アルカディアかっこよすぎやろ。くーちゃん理想郷だって。ここが私のアルカディア。きーちゃん、きーちゃん、さとしさん今日もありがとうございます。途中参加でも好きです。ありがとう、お疲れ様です。むらぴーさんフルありがとうございます。いつかひなおちゃんの東京ライブに行けるように積み立てします。あ、全然、あの愛媛でもあのライブさせていただきたいって思ってて、はい、こちらも愛媛でライブできるように頑張ります。待っててね。おうおうおう、歌ってもろてありがとう、きんちゃん。ロビーズさんフルありがとうございます。ありがとう、ロビーズさん。引っ越したてでさらに状況となると気づかない疲労感がかなりあるから、サポートしてもらってねって。あ、ありがとうございます。あの本当に入居日からすごいマネージャーさんにお世話になると思うので、そうなの、ありがたいことにお手伝い、いろいろお手伝いしてくださるみたいで。いいちゃんひーん、じゃあなんかいる？はい、きなこ、きなこよ、きーちゃん、ねこ、きーちゃんは顔が小さいね。これ見て、みんな、え、めっちゃ小さくない？この等身的に。え、すごー、改めて。コヨポンさん、ダルマレンジャー、コテ、ありがとうございます。
ボイチェンはね持っていく一旦。そうなの、高いからね、あれ2台買うってなると。ボイチェンとかマイクとかね。東京行くと食べられなくなるもの、あ、でもこっちにしかないファミレスとかあるよね絶対。え、こっちというか関東にはない。ジョイフルとかないやない関東。え、ジョイフルないよね。ある？あ、ねえ、ぬくもりさん好き？サーモンアボカド丼。マジ最強だって。ウリアさんいらっしゃい。猫のダヤンさんありがとう。わ、ちさとちゃんも好きだって。渋谷の宮下パークに美味しいお店ある。なんだと？そうなんですか？え、行きたい。宮下パークってなんだ？かいぽんさん音符ありがとうございます。ももさんおばんです。おさぴーさん、ドナルドさんフルありがとうございます。ありがとう。東京の活動も応援します。ひなおちゃんよしんこよし、ありがとうございます。なんかいつもちょっとずつずれるんだけど、ひなこさくら AZ さんありがとうございます。おー、コロボ11時30分かな、30分お休みありがとうございます。あー、コメント消えちゃった。ちょっと待って、ゆっくり読みすぎたか。クラシャノブさん、寝るのだ持っていく券大丈夫よ新居。おかむさん、ほぼ2週ありがとうございます。やばい、コメントが消えていてる。のりたブライアンさんいらっしゃい、ありがとうございます。吉田さんこんばんは、ありがとう。え、リラックマ、セミとフルの間、グイありがとうございます。オカムさんもほぼセミありがとうございます。あれ、ひなキャッスルってきなこしさん、さっきもねおっきいさんだっけ、なんか言ってくれてたぞ、キャッスルって。うなぎさんカウントありがとう。やっぱり自炊するんかなって、うん、なるべくね、高いしね自炊せんと。ブレイブさんフルーありがとうございます。ありがとう。明日から更新、明日からか。あ、そうか、今日あの選手先生やったもんね。選手が全力を出し切り戦えますように、本当に戦えますように。その姿に涙しつつパワーをもらう日々がスタートって。あ、めっちゃ素敵やん。なんかそのなんか言葉めっちゃいいですな。私も母校が甲子園出た時毎試合めっちゃ泣いてた。本当に元気もらえるよね、勇気やる気なんか全部もらえる。まーちゃんフルありがとうございます。ありがとう。天下一だよ、どこのお湯は。ありがとう。道後林です。リール須作さん、まだ仕事中お疲れ様です。
仕事場が暑いので少し休憩中、顔出しだけになるかもって、最後まで見たいって。あら、頑張ってね、お仕事。ぬくもりさん、虹色さん、お風呂ですわ。オンに切りますわ。ありがとう虹色さん、ありがとう。フル龍さん、フルありがとうございます。嬉しい。新居でやつが出たらいつでも駆けつけるよ、キャーキャー逃げるけどって。新居でやつ、あ、よろしくお願いしますどうしようか、ほんと出たら。あ、でもさ、あの3日ぐらい前か2日ぐらい前、ひなほ城で配信した時さ、あの配信が終わってすぐ、あのいました、壁に G が。あ、この家じゃなくてひなほ城ですね。ひなほ城に出没しました。マジびっくりした。あのしかもあのひなほ城にさ、国旗ジェットなくて、なんもなくてね。でもう怖くて逃げたんだけど帰ってきたんだけど何もしてないっていうね。だからまだね、ちょっとね、ちっちゃいっていうか、まあちっちゃくはないか、うん、まあなんか大きくなるとさ、なんかもう色がもうなんかもうボスみたいな色になるやんか、まあ、そこまではいってない感じやったんやけど、怖いわい本当に。なんかね、でも G をね、ように見よったらさ、あの思ったよりめちゃくちゃ速いんやね、歩くのが、走るのが本当に速いんだと思って、びっくりした。ワンガンさん、お疲れ様、お仕事ファイトよ。コンドルさん、フル。アントワーヌさんもフル、ありがとうございます。もちろんです、アントワーヌさん、またお会いしたいです。しかも鳥ちゃんさん、ありがとう。ナオさん、おかえり。アマトーさん、フル。ありがとうございます。ホムラ、さよなら、ありがとう、声の限り、悲しみよりもっと大事なこと、去りゆく背中に伝えたくて。ありがとう。あ、おひつりさん、こんばんは。ありがとうございます。ひなほ城、とりあえずそのままです。こっちにもたびたび帰ってくることと、あっちのお家は事務所の方が撮ってくれているので。そうなの。あ、ようちゃん、フル、ありがとうございます。ありがとう。待って、全然好みじゃないのに、なぜか君にドキドキするのは、きっと君が私の人生の中の、こんな感じよね。ごめんよ、ちょっと忘れてて。小竹ルナさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。さとしさん、ぶち、ありがとう。きーちゃんはさーちゃんに、今日はさあちゃんにが甥っ子抱っこしてもらってる。そうなの。さつしさん、甥っ子さんと行ってたの。アンドユーかな。いいな。キイちゃん丸くなったって言われてるよ。キイちゃん、キイちゃんかわいいやろ。あら、ちさとちゃん、嬉しいことを言ってくれてありがとうございます。マネージャーさんにも伝えときます。ユキーさん、私もなかなか断捨離苦手よなかなか捨てられないもの多いですよね。ミオナさん、いらっしゃい、ありがとうございます。ん、ジョイフ
ルあるんだ、ぬくもりさん。え、それは嬉しいな。ジョイフル嬉しい。あのファミレスの中で一番かな、好きなんだよね。ココスもあるのかな。ジョイフルあるんだ。ジージにのりたまフル、ありがとうございます。ありがとう。700回のバンクーバーさんに、あ、大好きだ、君が大好きだ、僕は全力で走る、大好きだ、ずっと大好きだ、声の限り叫ぼう。ありがとう。あ、ジョイフル兵庫県にはある。あ、本当？あ、関東にジョイフルないって言ってた。あ、本当？ないのか。猫さんスルーしてしまうとこやった。それジョイフル完了です。だってありがとう。あ、スケロクはないよね。それはそれは知ってる。え、ジョイフル昔はあったんだ。マサさん、アラブのライオーさん、ありがとう。カノーさん、プチとゴジュウとダルマレンジャー、おて、奥様もフル、ありがとうございます。我が家はジョイフル常連ですって。あ、茨城。あ、そうなんですか。え、あるんですかジョイフル。そう、ショウさん、ジョイフルっていうファミレスです。え、大分発祥なんだジョイフルって。ルキさんいらっしゃい、ありがとう。こんばんは、ルキさん。ハルさん、今日もありがとう。あ、小竹さん、ありがとうございます。きなこ、かわいすぎます。きなこに伝えときます。こうくんさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。ひらがなのこうくんさん。ようかんさんいらっしゃい。はるかが東京行くときは泊まるところがあるからし、そうやね。あの、そうなの。ちゃんとね、来客用にソファーをね、後ろ、あの配信するときさ、ソファー後ろに置きたいなと思ってたから。でもどうせなら、もしそのメンバーとかが東京来たりするときあったらと思って、ソファーベッドにしたんよ。でもこれでさ、あの誰も泊まりに来んかったらさ、それはそれでなんか悲しい人やなと思って。なんかだから何が何でもなんか東京来たら来てもらおう。バンクーバーさん、セミありがとうございます。あ、全然です。セミまでありがとう。東京はウーバーで頼めるものが無数にあるから。え、そうなの。自炊はしなくなるらしい。マジか。え、なんでもあるんですか。想像できないんだけど。何、どんなやつでもあるってことかな。なんかサラダ系とか。ハイカラさんいらっしゃい、ありがとうございます。はい、あ、フォレスト系男子さんいらっしゃい、ありがとう。デメキンさんありがとう。え、サトシさん、もう本当に大変だったんだから。一昨日の G はサトシさんだったの。あきえもんさん、セミありがとうございます。マサさん、フルありがとうございます。ありがとう。一人暮らし楽しみですね。ひなほ館ならひなほちゃんは館長ですね。僕は副館長に立候補します。
副、あ、副館長ですか。確かに、ひなほ館にしようかな。新しいところは。そうそう、黒光りしてなかった、小太郎さん。時間、52分なんですか？最近毎日驚いてるな。待って、爽やかハンバーグ食べに行ける、もしかして。もう私、あの花束みたいな恋をしたっていう映画見てから、めちゃくちゃ行きたい、その爽やかハンバーグ屋さん。めっちゃ思ってたんやけど、静岡か、静岡のローカルなんや。めちゃめちゃ並ぶんやろあれ、爽やかって。美味しいん、爽やかハンバーグって。アマハ、それは大変。どうしたん、その G、 さっき G 出たんやって。 G 対策、コンバットと G キャップをあちこちに置くのが一番かと思います。あ、あの床の隅っこに貼り付けるやつですかね。買います。ハラメタルフル、ありがとうございます。昨日歌ってくれた誕生日の花、歌と花火がめっちゃ染みた、ありがとう。ありがとう、頑張ります、新生活。おひつりさん、プチありがとうございます。東京なんて飛行機で1時間半だから、僕とひなほの中を引き裂く距離じゃないさって。そうだよ、あの飛行機って意外と、飛行機で行ったら本当1時間ちょっとぐらいで着くもんね。そうだよね、大阪なんて50分ぐらいで着くよね、飛行機。てるてるさん、フル、ありがとうございます。てるてるさん、ココスの方があるの？それ嬉しい。ココス美味しいことない？ハンバーグとか。ノムさん、いらっしゃい、ありがとうございます。お、アマハジョイフルいいよね。あ、そっか、いっぱいある、ジョイフル。そうよ、大工さん、だいたいおじいちゃん家のあのロフトにあるのよ、断捨離 してないというか、服とか。カタカナのカズさん、いらっしゃい、ありがとうございます。マダオさん、ホジャロマーティアンさん、ありがとう。ジョイフルで好きなメニューはありますか？あ、うん、あのまずね、ジョイフルはね、あれが好きです、ドリア。多分めっちゃドリア人気じゃない、ジョイフルの。なんつうドリアだったかな、一番その主流のドリアのやつよく頼んでて、めっちゃ好き。あとキノコ雑炊もよく頼めます。その2つをね、よく学生の頃食べてて、あのしかも一緒に食べてた。キノコ、注文いいですかって言って、キノコ雑炊1つとハンバーグドリア1つみたいな、そんな感じだった、私の食って。だからすごいなんか友達に笑われてましたけど、お米好きすぎた時代です。ジョイフル美味しいよね。ワイが止まる？みんなそれは多すぎるな、みんな来てくれてありがとう。ソファーベッド同じか、あ、本当ぬくもりさん、でもずっとベッド状態になった。え、どういうこと？そのソファーベッドで寝てるってこと今？え、すごい、ひとみさん本当ですか？テニスの男子シングル、母校の、進田くんかな、優勝したようだって。え、すごい、わ、それはすごい。ゆいさん、いらっしゃい、トゲフル、ありがとうございます。トゲ、ありがとう。
おひつりさん、セミ、ありがとうございます。誰も泊まりに来てくれなかったら言ってください。秒で行きます。ありがとうございます、おひつりさん。ぬくもりさんもありがとうございます。そう、爽やか静岡だってね、ほんまに行きたい。教授さんいらっしゃい。爽やかってその静岡では何店舗かあるのかな、本店とかあるんかな。わあ、ゆいさん、ええー、な、息子夫婦が食べに行ったって。あ、もう母に丸投げしたんや、 G の処理。どうしよう、私は母も無理だから G が二人で逃げ惑うことになります、ここに出たら。通りすがりのビューさん、いらっしゃい。ももクロさんの映画でも爽やかな食事シーンがありました。すごっ。そう、すごい、あの撮影とかでも出てくるよね、映像とかね。みひろさん、フル、ありがとう。みひろさん、にーはおさん、金太郎さん、こんばんは、ありがとうございます。あ、自家栽培いいね、ゆきえさん。なんか私ね、あのお花に水やるのが好きみたい。なんかちょっとそうなのよ。あのちょっとね、本当に思ってる、その自家栽培というか野菜とかね、部屋で育てれるやつあるもんね。おこげさん、ありがとう。やばい、めっちゃゆっくり話してしまうて。のりたま、告知ありがとうね。カシモンさん、いらっしゃい、ありがとうございます。あ、さとしさん、ラブチュチュ見てくれて、ありがとう。そうなのよ、嬉しいことに、ありがとうございます。ゴーヤか、ゴーヤ好きだよ。いいね、いいね。ではちょっとお供タイムに行きたいと思います。あ、小太郎さん、古田、ありがとうございます。ありがとう。今日のお供はセブンイレブンの濃いメロンサイダーです。だまだま。あ、これはちゃんとあの自分で買いました。ちゃんとね、言うとかない関係ね。はい、これ気になってたんよね、めちゃくちゃ。普通のメロンソーダと違うんやと思って。おお、すごい香ってくる、この距離でも。美味しそう。すごい、めっちゃメロン。ではお供ある方一緒に乾杯。うん、メロンだ。あー、すごいね。あの中が夕張メロンっぽいね、味的には。メロンの味、これ違うかったら申し訳ないけど、あ、完熟メロンを使用してるんだ。ちょっと甘いメロンって感じ。え、めっちゃ美味しいよ、本当に。普通のメロンソーダとは違って、本当にメロン果汁のソーダって感じ。美味しい。うん、乾杯。炭酸すごいね、これ結構きつめかも、炭酸。ではちょっと先にランキング読みしようかな。あ、違う、ギフト、ごめんよ、読めてなくて。ギフト、リュウさん、ハート、ありがとう。猫さん、猫に小判、ありがとうございます。まーちゃん、だるま、ありがとう。コエポンさん、音符、ありがとう。アントワーヌさん、レインボースター、
ありがとう。おひつりさん、バラ。ありがとう。こえぽんさん、サイリウム。おさぴーさん、流れ星。ありがとうね。あ、おさぴーさん、ビリビリ。ビリ。ありがとう。おひつりさん、ハート。ありがとうございます。ようちゃん、結婚して。しょうさん、かわいい。あめまさん、花束。にバラ。ありがとうございます。おひつりさん、たくさんだるまありがとう。あと、小判もありがとうございます。マサさん、ハート、ありがとうございます。ごめんよ、ちょっとこれより前が読めれないんですけど。では、このままランキング読みを。13位、まーちゃんだ、ありがとう。壇上、ありがとうございます。12位、虹色さん、ありがとうございます。今日もありがとう、虹色さん。そして、11位、りゅうさん、ありがとうございます。りゅうさん、11位、ありがとう、たくさん。そして10位、アントワーヌさん。ありがとう、アントワーヌさん。今日もありがとうございます、本当に。9位、秀幸さん。ありがとう、秀幸さん。壇上です。今日もありがとう。8位、猫さん。ありがとう。たくさんありがとうございます。8位、今日もありがとう。ラッキーセブン、ローマ字のマサさん。7位、すごい。ありがとう。明日はいい日になるぞい。6位、おひつりさん。ありがとう、おひつりさん。6位です。今日も今日とってありがとうございます。そして5位、あ、こえぽんさん。ありがとう。こえぽんさん5位です。たくさんありがとうね。そして4位、G さん。名前よ。G さん、ありがとう。めっちゃなんかイニシャルみたいになってるけど。ありがとうございます。そして3位、ボン、おさぴーさん、ありがとう、3位です。今日も壇上ありがとうね、本当に。そして今日の第2位、プルルルルル、あぼん、おばばさん、ありがとうございます。2位です。たくさんありがとう、本当に。お疲れーション。そして今日の第1位、プルルルルル、あぼん、じいじい、ありがとう。じいじい1位です。すごい、ありがとう。は1位だよ。たくさんありがとうございます。1843名様、たくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。ということで、ちょっときなこを召喚してきた。あ、や、ヤマピーフル、ありがとう、読めた。ありがとうございます。ありがとう、ヤマピー。はい、じゃあちょっとみんなご紹介したいと思います。キイちゃん、とっても可愛いね、キイちゃんは。この私のファッションは気にしないで、今日の。キイちゃんはとっても可愛い。なんかリボンが横になってキャビンアテンダントみたいだね。きなこは可愛いね。今日もありがとう。きなこのこのチャームポイントはさ、長いおひげです。めっちゃ長くない？きなこのおひげ。ありがとう、カメラ目線。あ、きなこちょっと待ってよ。ちょっと。きにゃに何かあげたい。福丸さん、ありがとう。きんちゃんさん、いらっしゃい。はいはいはい。はいはい。よいしょ。はい、それでは。最後に1曲歌って終わりたいと思います。前のんびりしてますけど、ちょっと早めに決めよう。じゃ、何でもリクエストお待ちしてます。リクエストタイム、用意スタート。とろけるさん、フルありがとう。今日もありがとうございます。ぬくまりさん、ありがとう。下これ何やったっけ、捨ててこよ。
むーちゃんありがとう。踊り子か。時の歌聞いたことあるぐらいのレベルだ、のりたま。踊り子タッチ、ワインディングロード、世界は恋に落ちてる、木綿のハンカチーフ、ギルティークラウン、オンリーマイレールガン、瞳を閉じて、スイートメモリー、あの夢をなぞって、ハッピーエンド、優しい彗星、プラチナ、飛行機雲、悲しみの果て、悲しみの果てに何があるかなんて。あ、バンクバさんありがとう。声差しさんもフルだったのか、ありがとう。声ポンさんありがとうございます。うおー、ぬくもりさんも言ってくれてありがとう、助かる。リラックマがカクカクのクマくれとったんか、ごめんね、読めてなくて。カク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 、ありがとうございます、ありがとう。リラックマ、優しさに包まれたなら、ドライフラワー、世界は恋に落ちている、世界は命の名前、タッチ、ボーイフレンド、ボーイフレンド、世界が終わるまでは、咲かせや咲かせ、世界の約束、世界系多いねジョイフル、あ、君の声を聞かせて、さあ冒険してみない、いつも何度でも、ライジングホープ、忘れな、コネクト、ホムラ、ノーダウト、アクアテラリウム、葛飾ラプソディ、のりたまさんいらっしゃい、夏の終わり、いつか、カントリーロード、ホムラホムラホムラ多いね、ファンサ、プラネッツ、ライオン、プロローグ実会、オンリーマイレールガン、決めます、ありがちょーよいしょ。